はい、今一泊目の朝食です。これが無料でついてきます。コーヒーとベジタブルのなんかチャーハンみたいなやつ、これが無料でついてます。で、朝食会場はこんな感じです。で、これがセットで、普通に食べたら多分あれですね、2ドルとか3ドルとか取られると思います。まあ、大きさ的には手と比べるとこんな感じですけども、茶碗2杯分ぐらいあると思います。ちなみにこれが出てくるまでコーヒーが5分ぐらいかかって、これは15分ぐらいかかりました。でもなんかお菓子みたいな味がして美味しいです。で、暑さはですね、カンボジアすごい暑いです。バリ島とかそういうアジアと同じく暑いです。なんかこれメニューが7種類ぐらいから選べるみたいなので、明日明後日は違うメニューを食べてみたいと思います。また違う動画では部屋の紹介とかしてますので、そっちもご覧ください。以上、朝食の紹介でした。